元キングプリンスメンバーの兄弟ツーショット初公開。平野仕様の弟をイークーとの絆にファン関類。元キングプリンスへのメンバーであり、アーティストとしても活躍する平野仕様の弟である平野陸が7月19日に自身のインスタグラムで兄とのツーショット写真を初めて公開しました。平野潮は5月にジャニーズ事務所を退所し、 今月7日には元ジャニーズの滝沢秀明氏が代表を務める新事務所とべとの合流を発表しました。以前から兄弟の存在は知られていましたが、SNS 上での公開は今回が初めてであり、ファンからは大きな歓喜の声が上がりました。 やっと兄弟の写真が出せるようになった。ねこんな日が来るなんて涙最高のツーショット。ありがとうございます。平野兄弟って最強だ。ね。などの喜びと感謝のコメントが集まりました。しかし一方で一部からは微妙な気持ち、家族を売りにしないでほしいといった複雑な意見も見られました。これはまだ退場から時間が経っておらず。 方向性の変化に対する抵抗感があるためかもしれません。ただ、多くのファンは弟との写真が解禁されたことに喜びを感じており、以前からジャニーズのアーティストによる家族ネタは話題となっていることも事実です。 最近では、ニュースの小山慶一郎さんとその姉で料理研究家のミキママこと藤原美希氏がお互いのツーショットを公開し、話題となりましたが、一部では話題作りといった否定的な意見もありました。ジャニーズのアーティストによる家族の話題は、ファンの間で賛否両論となっているようです。一方で、ジャニーズの中には家族の話題が受け入れられている例もあります。 例えば、生田斗真さんとその弟で、フジテレビアナウンサーの生田隆清さんは、メディアで共演したこともあり、都心さんが隆清さんとのツーショットをインスタグラムで公開しても、好意的な反応が多く寄せられています。また、シクストーンズのメンバーである京本大賀さんは、 父が俳優の京本正輝さんでありながら、お互いのエピソードに言及したり共演したりしているにもかかわらず、批判はされていません。 さらに、関ジャニエートの大倉忠義は、居酒屋チェーン鳥貴族の創業者で、社長の大倉忠氏の長男であることが知られており、関ジャニエートが音楽特番で大鳥を務めた際には、大鳥貴族がツイッター上でトレンド入りするなど、家族ネタが話題となりました。 大倉さん自身も父親の反応を思うしろおかしくツイートし、ジャニーズファンの間で微笑ましいと受け止められています。これらの例から、家族の話題が受け入れられるか否かは、アーティストの知名度や家族の立場、公開する内容など様々な要因によって異なることがわかります。 一部のネットユーザーは、お互い有名ならいい、無名の家族売りをするとうさんくさくなるといった見解を示していますが、実際にはファンの心は複雑なものであり、一概に判断することは難しいでしょう。しかし、平野紫耀がジャニーズを退場していることから、今後は陸とのコラボレーション企画などが実現する可能性もあります。 フルスとは異なるやり方でファンを楽しませてくれることでしょう。家族の絆はアーティストとしての活動においても大切な要素の一つです。平野兄弟のこれからの活躍にファンの期待が高まるばかりです。